長崎電気軌道5000系電車は、2011年1月2月15日に営業運転を開始した長崎電気軌道の路面電車である。長崎電気軌道は2004年からの3年間で、超低小電車3000系を毎年1編成ずつ、計算編成導入しているが、本形式はそれに続く2形式目の超低小車となる。 アルナ車両が開発したリトルダンサーの上タイプで両端の A 車と B 車に台車を1台ずつ設置し中間の C 車をフローティング車体とした3車体2台車の構造となっている。全長は3000型より1.2メートル、長い16.3メートルで幅は2.3メートル。座席数は3000型より1名分減っているが定員は10名増え73名となっている。 最小通路幅も3000型より 8cm 拡大されている。床面高さは入り口部 35cm、低床部 38cm、通路部 48cm といずれも3000型と同じだが、車内傾斜が緩やかになっている。5001号の車両価格は2億3000万円。2012年1月にも新たに1編成が導入され運行を開始している。 2019年3月にも新たに一編成が導入され運行を開始している。50003号は長崎電気起動発の LED 行き先表示である。ありがとうございます。